予想と違った。元乃木坂46のメンバーで女優の松村さんゆりがテレビ朝日の公式 YouTube チャンネル動画初めて見ましたに出演した。その際、マックを務めたお笑いコンビナゴンの発行に思わず本音を明かしてしまう一コマが話題となっている。同番組で松村は好きな男性のタイプや友達が少ないなどの悩みを酒を飲みながら明かした。そして話の流れの中で結婚を意識したある芸能人の名前が飛び出したのだ。松村はお笑いコンビレインボーのジャンボ高尾の YouTube チャンネルに出演した時のことを話し始めたのです。その動画で松村はジャンボの実家を訪問して一緒に母親の手料理を食べたのですが、その際視聴者から2人がお似合いすぎて結婚してほしいというコメントが寄せられたといいます。この動画を振り返った松村は、発行に対しジャンボさんとの結婚をありなのかなと一瞬意識したと衝撃の発言をしたのです。しかしジャンボとの間に壁を感じて深く入り込めないと思い、結局彼と付き合うことはなかったとも話していました。しかしこれを見た多くの視聴者の頭には別の男性が浮かんだようだ。前出のライターがこう続ける。すでに破局していますが、松村は以前人気は OU の光との交際をスクープされましたよね。動画のサムネイルには少し結婚を意識した有名人とのテロップがあったためか、コメント欄にはてっきり光のことかと思った、サムネイル見て光の話かと思って釣られてしまった、光とは結婚意識してなかったのかなとの声が上がっていました。動画では今までに一度もモテたことがなく告白されたこともないと話していた松村だが、光かジャンボかはともかく結婚を意識した相手は確かに存在したようだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。